マクミラーエステートシェルターウッズにてゴーストフェイス行きます。はい。でもうシェルターウッズやったね。ランプキンレーンかなと思って、兵所恐怖症、旧無慈悲の極地ね、が刺さるかなと思って持ってきたんですけど、サンパークで戦うことになりそうです。そして出血が強化されているのでずさんな肉屋を持ってきて、で破滅で発電機を交代させて、そうランプキンほぼ新マップぐらい変わってるからトーテムの位置わからんかなと思って破滅持ってきたんですけど、ここやったらすぐにバレそうやな。でさらに不安を煽るものと、あそこはな、やってる。覗く。そしてアドオンでねドーンするじゃん。まずこのドーンの時間が60秒に伸びる強化がされていて、この人じゃなかったですよ。ザリーナどこザリーナをワンパンした瞬間にこのドロップレグタイプのナイフシーフやったっけ、なんかそんな感じのアドオンのおかげで5秒間か 10% 足が速くなってるんですよね。このアドオン普通に強いよね。ワンパンにした瞬間足速くなるって書いてることが強いってやつだね。とよし、あ死なかマジ回ってきた。これ間に合うか、あ、間に合いそうやね。で、しなやかやから出歯もないし、ほい、せっかくワンパンにしたザリーナは追えなかったけど、まあ、まあいいや。で、この一つっての、ネアが寸止め状態になってんのでかいね。で、もう一つのアドオンで闇の法要の回復をちょっと早くしてあるので、もう溜まってる。この人は一発普通に切るか。一発切ったら誰か救助来るやろうから、いいか、追うか。ここに今どうしよう、やってる、マジねえや、いたかいいいいね。でそこで今回復しちゃったから、ここいけんちゃう。 OK、 2ダウン、これは大きいっすね。うちの人から釣ろうかな。そうワンパンにした瞬間に5秒間足が 10% も速くなる、もう強いよねどう考えてもいいアドオン来たわ。でね、ランプキンレーンで2000ほどこの前やったんですけど、ランプキンレーンがきついね、やっぱり。普通に家の中に逃げ込まれると徒歩キラーだと結構しんどいっていうのに加え、ゴーストフェイスね、ランプキンレーンってさ、真ん中にでかい道路があって、で、周りに家が建ってるって感じやんか。じゃ真ん中のでかい道路出ちゃうと、なんかどっかの家の2階から見てんねよな、こっちを。で、解除されんのよ。ホラーじゃない？こっちがさ、ホラーのはずやのにさ、こっちが殺人鬼なのにさ、でかい道路の真ん中歩いてたら、横の家の2階から誰かが見ている。で、こっちの能力を解除される。それに怯えながら道路歩くわけよ。ホラーやよな。ほんまに。どっちがキラーなのかわからないとはよく言ったものですよ。解除されるし。これはどうしようかな。ザリーナ。切るか。しゃあない。で、そこにおるね。まず、モレルさん。おい、ダウンは取って。ザリーナとか行かれへんかな。だいぶ遠く行ったかな。おっと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 。どうしよう。こっちの人かな、これは。無理やりワンパン貯めたい。無理無理ですね。じゃあちょっとこの人、せっかく半分以上貯めたから、板倒してくれ。ラッキーこれでいいやん。モレル担ぐか。ちょっと早いか。あ、いや、そろそろ大丈夫かな。まあ、DS 持ってない気もするけどな。OKOK。PTB でね、ディサイシブストライク持ってくる人、そんなにいない説あるから。よし。おい。さてさて、ワンパンもうちょっと使いたいな。せっかくワンパン時間も伸びてるし、ワンパンにした人が、自分の法要解除できなくなる強化も入ってるし、なのでワンパンをもっと
あー、ちょっと覗き込みができない。 OK、 これで足速くなる。はい、足速いので間に合いません。間に合います。くそ。間に合わないでくれよ、動画的に。よ、足が速くなっているのでこの攻撃間に合ってしまうんですねってやりたかった。いたいたいた、よし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 。うん、やめて。おこれ無慈悲来たのでは。おい、止めないっすね。よし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 。突然兵士恐怖症を刺さる。サンパークで戦うとか言ってごめんなさい。刺さったんかな今の、よう分からんけど。はい、オッケー、よし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 。で、ネアが、あ、ネアちょいだまりやな。ネアはな、もうちょっとしっかり貯めていきたいな。ちょっとマップの真ん中突っ切りすぎかな。無理やりにでもワンパン貯めたいねんけど。お、なんだ、なに、このザリーナさんうまいな。しっかり解除してくるわ。運転免許証とか欲しくなる。あの、こっち見てもね、解除しにくくなるアドオンですね。あれは健在です。あれだけは変わってないかな。かなりアドオンの変更あったけどね。ふっ。オッケー。デッドハードのボタン壊れ、壊れないですよね。はい。デッドハードあるよな。しゃあない。しっかり足音聞いて。あー、でもな。オッケー。しっかり足音を聞けばどっちに行ったかっていうのもライト当てられてもね、わかるから。誰かおるな。ネアかな。よっ、ダリーナ1回目なんよな。そろそろ一人葬らないとやばいね。誰か葬られてください。モレル置いたいよね。あ、ネアか。ネアもうちょっと。お、モレル、あー、来た来た。いや、ちょっと厳しいな。くそ。めちゃくちゃ集まってる人が。まあいいや、もうワンパンは諦めて、モレル普通に2回切るわ。これ救助するっしょ。あ、しない、マジ。まあいいや、このままモーレル追うか。ワンパン決めれるか。オッケー、倒して戻ります。そろそろクルッシュ救助。こっから覗き込んで来るでしょ、来るんでしょ。あー、くそ。くそ。パンパンにできなかった。じゃあもうこの人ダウン取るか、とりあえず。オッケー。オッケーかな。よし。で、ああ、破滅壊される。ちょっとそこ覗きたいな。はい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 。あ、まあこれ殴るか。オッケー。で、ザリーナの這いずりを起こさなあかんってなってるうちにモレルを普通にやってしまう。ほい。しゃ。あ、なんかやってる。待って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 。あ、いいね。で、あのメグが、図らずとも寸止め状態になりましたので、次あのメグやな。しゃ。これでモレル終わりかな。ほい。しゃ。で、さあ、モーレル、モーレルじゃない、メグ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 、まあ、他の人でもいいけど、よし、ちょっと溜めたいな。いない、ここやってない、あ、やってないんか。うん、ここやってなくて、そこは、はいはいはい、
ちょっとこれ厳しいかな。貯めたい。むずい。貯めたい。オッケー、終わった。で、加速。やっぱ強い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 。オッケー。今の加速なかったら、小屋の窓間に合ってたと思うねんな。10% 加速やからね。そう、加速、でもさ、10% 加速って相当やよね。だからね、強いですよ。間に合いますよ。1回目は間に合わなかったけど、小屋いた。しゃ、行け。さて、ザリーナは2回目。あとの人たち、どんなもんやったっけな。まだそんな連れてないな。まあ、3人やから一網打尽にしたい。どこや、メグねやか。ほい、オッケーで加速。あー、結構離れられたな。ほい、オッケー。あ、これいったね。よし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 。これデッドハード測れないっていうのがでかいよな、単純に。我々の天敵デッドハードを潰せるからな、ワンパンやと。なんかね、ワンパン状態にした生存者を疲労にさせるっていうアドオンもあって、え、これ強くねって一瞬思ってんけど、それはね、結局、スプバーはもう逃げ出してる生存者は吐いてるし、で、デッドハードはそもそもワンパンで潰せてるし、ってなると、主に、スマチャクか、しないか、潰しのためのアドオンになりそうやったから、まあそこまででもないかな、思い直したね。でもう一個ワンパンにしたら忘却になるってアドオンもあってんけど、そもそもこっちが探知不可やから、まあ、刺さる場面も少ないかなみたいな。やっぱりワンパンにしたら足が速くなる、これよね。やっぱりどう考えても強い。このアドオンが完全に今回の注目枠やろなと思いながら、よし。たまには予測打ちしていこうと。よっしゃー。で、ザリーナ終わりやんね。この人3回目のはず。ああ。あ、これやと12釣りになるんじゃない？あ、オッケーオッケー。ゴーストフェイスで12釣りできたら十分っしょ。ねえ。ナプキンレーンだとね、やっぱちょっときつかったんやけど。まあ、いい具合の強化なんじゃないのかなと思います。はい。めちゃくちゃ強すぎるわけでもなく、まあ、適度に強化されたって感じの。ワードンは単純に強いし。とはいえ、めちゃくちゃ理不尽でもないとは思うねんな。見つめられて、ワンパンにされてんのに、気づくの遅れたらもう、来た。ドン。猫でもあったんかな。なんか、すごい周りを警戒してる感じだった。俺が来てるのを、生存者が、殺人鬼が迫っているのを、なんとなく分かっているような周りのキョロキョロぐらい具合やった気がする。じゃあ、あとはハッチ戦ですが、よし。というわけでゴーストフェイス、それなりにいい感じに強化されて、まあめちゃくちゃ強いってわけではないと思うんですけど、それなりの強化が入って使いやすくなったかなという印象と、このアドオンは強いね。ドロップレッグタイプのなんとかシースですね。本日層が楽しみでございます。強すぎず弱すぎず適度な強化なんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。